カブレール賛美チームの美しい賛美感謝いたします。今日私は最初の水曜日を迎えて創世記9 1中節から16節の御言葉を通して虹の契約がある教会という題名で御言葉を語りたいと思います。創世記9 1中節から16節の御言葉を通して虹の契約がある教会という題名です。 今日の本文、創世記9章10節から16節の御言葉は、ノアの洪水,洪水が終わってから、ノアの家族が箱舟から出てきました。そして神様の前に最初の犯罪の祭壇を築き、いけにを捧げました。その次に、えー、与えられた御言葉が創世記9章なんですけれども、ノアに2番目の契約をくださいました。 まず箱舟に入る前、洪水が起こる前に神様はノアと契約を結ばれましたね。そして箱舟から出てきてからもう一度契約を結ばれました。それが今日の本文です。虹の契約ですね。の契約最近虹というと他のことを象徴するものがありますよね。ですからこの御言葉の準備をしながらも。 大丈夫かなと少し心配になったんですけれども皆さんは聖書に出ている虹のことをしっかりと知っていると思いますではまず一番目にこの虹の契約というのは何なのかを見てみたいと思います虹の契約は何なのかまず虹の契約というものは今日の本部に出てきますけれどももう二度と洪水によって審判をしないという内容ですね神様がその契約の民 契約の子孫、女の末が最後の時まで、えー、継続して、えー、信仰が続いてくるように、ですから子孫が途絶えることがないように、えー、してくださると、最後までその契約の民を守られるという意味がありますよね。保存の契約とも言います。 この契約は保存の契約とも言いますけれども、審判の時までこの世の中を保存してくださると、守ってくださるというのがこの虹の契約の内容です。約束の子孫が来るまで、継続して子孫が途切れることがないように守ってくださるという内容ですね。ですから虹の契約の内容、虹の契約のこの中心的な問題 存在がイエス・キリストであります。イエス・キリストが来られるまであなた方を守るというその約束なんですね。その象徴として与えられたのが虹であります。契約の証としてくださったのが雲の中に虹を置くと語られました。雲の中にえ虹を置くと。その雲の中にある虹を見れば私は契約を思い起こして 審判をすることとはないと洪水によって滅ぼすことはないと約束されたんですね。また大きな2番目です。えー、自然の現象による、自然の現象による、えー、雲と、えー、虹について見てみましょう。自然的な現象による雲と虹。この雲と虹はどのようにして形成されるのか見てみたいと思います。 え雲については前回も学びましたけれどももう一度見てみましょう雲というものは何ですか、えー、雲というものは上の水ですよね上の水下にあるこの地上の水ではなく海や川などの水がですね太陽の光を、えー、継続的に浴びると蒸発しますよね そしてその不純物のないきれいな水が上に登ることによって雲になります、えー、汚染された水がきれいに蒸発してなくなって、えー、きれいな純粋な水が集まっているのは雲なわけです、えー、そして雲となってけ、えー、形を表すわけですけれども虹というものは何かというと虹はですね太陽が 照らされるときに、そのきれいな上の水に、えー、反射されることによって色が出てきます。7つの光に変わるわけですよね。ですから、太陽がそのきれいな上の水に、えー、水を通過して反射されることによって光照らされるのが虹であります。先ほど言ったように、雲と虹というものは、 契約の象徴だと語られました。雲の中に虹を置くと語られましたね。しかし、皆さんよく考えてみてください。雲の中に虹があることはできますか存在することはできないわけです。自然的な現象を見てみるとですね、虹,虹というものは地上にですね大きくできるわけですよね。雲の中に虹はありますか皆さん。 雲の中に虹があるというのは、えー、正直おかしなことなんですよね。ならばこの雲と虹というのは目で見える自然界の、えー、雲と虹を表すのではなく、霊的な雲と虹の意味があるということを私たちは悟ることができます。えー、前回、雲について学ぶときに 水というのは人を表すと語りましたよね。目示録17章15節を見ると、水というものは人々を表していると。ですから、下の水、地上の水というものは堕落した人間を表しています。そしてその堕落した人間がですね神様の御言葉である太陽の光を継続的に浴びるとどうなりますか私たちが変化して、ですから綺麗になって、新たになってですね、霊的な きれいな水、えー、上の水、神徒と変わるということを表しています。ですから、その、えー、集まりが、えー、雲なわけです。変化された神徒新たにされた神徒が集まった誠なる教会を雲というわけですね。その雲というもの、 そのきれいな水をですね太陽が、えー、通過することによって虹が現れるわけです。そうですよね目に見える虹として光が輝かされるわけです。ですから虹というのは見える光であります。光というのは見えることは見えますけれども光はこういうものなんですということが大変難しいわけですよね。しかしか虹というものは 私たちの目で見える光として色として現れるわけです。3つ目に神様の栄光と神様の栄光の形について見てみましょう。神様の栄光の形が虹であると。虹は何ですか神様の栄光の形だと。神様の栄光の姿が虹なわけですね。 じゃあエゼキエル一章27節と28節を一緒に読んでみましょう。エゼキエル一章27節から28節。そこを見ると、そしてその腰と見えるところの上の方に、火の形のような光る精度の色のものがこれを囲んでいるのを見た。私はその腰と見えるところの下の方に火のようなものを見た。 そして彼の周りに輝きがあった。その周りにある輝きの様は雨の日の雲に起きる虹のようであったと語っていますよね。虹のようであった。そして主の栄光の形の様はこのようであった。私はこれを見て私の顔を伏せたとき語る者の声を聞いたと語っていますね。ここを見ると神様の主の栄光の形の様がこの 雲に起こる虹のようであったと語っています。エゼキエルがこのように私たちに語っているわけですよね。神様の栄光の形を見たと考えてみてください。それを言葉で表現することはできるでしょうか神様の栄光を見たんですね、エゼキエルが。光なのか、火なのか、よくわからないわけです。言葉では表現することはできない大きな、えー、そういう現象を見たわけです。 それを表現しようとしたのが虹なわけですね。この神様の栄光の形というものは、ケルビウムですね。4つの生き物を表しています。これがエゼケール一章の内容なんですけれども、ここを見ると光が現れましたよね。 光が出ました。どこからですかこの聖堂のようなものから出たと語っています。聖堂のようなもの。それが虹のようであったと語っていますよね。光が出てきて雲を通過したときに虹のように見えたと。それが神様の栄光の形であったと語っています。エゼケル1章4節から5節を見ても。 エゼケールが見た啓示の始まりです。私が見ていると見よ激しい風と大いなる雲が来たから来てその周囲に輝きがあり絶えず火を焚き出していたとそしてその火の中に聖堂のように輝くものがあったと。 その中から4つの生き物の形が出てきた。その様子はこうであった。彼らも人の姿を持っていたと語っています。ここを見ても同じようにですね、中央に、中心には何があったのかというと、聖堂のようなものがあったと語っています。聖堂。そしてそれが4つの生き物、ケルビムなんですけれども、それが人であったと。ですから神様の栄光の姿なんですね。 栄光の形を表しています。イエス・キリストを表しているんです。イエス・キリストの姿をエゼケールがその啓示を見てですね、イエス様が来る前にそれを見て、私たちにこうやって見言葉を語っているわけです。この全体的な姿の中心的なもの、重要なものは何かというと、聖堂のようなものであります。この聖堂のようなものというのは何かというと、 厚く連達された鉄を表していますよね。それがえ光り輝くものであったと語っていますけれども、ヘブル原文を見るとですね、どのような単語なのか学者も分かりません。エゼキエルのこの書にだけこの単語が出てくるんですね。アインという、アイン姿、またハシマル。 ハッシュマルこのハッシュマルというのがどのような意味を表すのか、新学者たち、学者たちもわからないんです。どのようなものを正確に表すのか、私たちも正確に悟ることはできないんですけれども、英語ではグローイングメタルと光り輝く鉄と語っていますよね。 この聖堂のようなものととにかくこの光を輝く、えー、このようなものであると語っています。ケン、えー、牧師先生はこの鉄のようなもの、聖堂のようなものは神様の水であると語られました。神様の水であると。そしてその水から出る光は神様の 溝の光であると語られました。その聖堂の光が雲を通過すると、えー、四方にですね、えー、虹ができたわけですよね。聖堂の中、中心にある聖堂から光が出てきて、それが雲を通過したときに虹になったと語っています。神様の水から光が出て、雲を通過して虹になったんです。その全体的な姿がイエス・キリストだと語っています。 私たちに来られた、身を持って来られたイエス・キリストです。クモは信徒の姿、教会の姿と言いましたよね。ですからイエス・キリストもクモの姿を持って来られたわけです。信徒として。また、えー、肉を持って、人間の体として来られました。そして、ただ,人間ただの人間ではなく、 その中から光を輝きた出される方であったと、自ら光を放つ方であったと語っています。そして雲を通して出てくるから、えー、虹のように見えたと語っていますよね。それがこの姿なんです。イエス・キリストの姿。ですから、この聖堂の光というものはイエス・キリストの栄光の形であると語られました。 この制度の光というものは、聖堂というものは中にあるから分からないわけですよね。しかし、えー、現れるのが光です。虹なんですね。光を通して雲から現れるのが虹なわけです。私たちも同じように、私たちが雲となったならば、私たちも虹の姿、神様の栄光の形を表さなければいけないということを表しています。それが信徒としての目標なんですね。イエス・キリストに。えー 叶うものイエス・キリストの姿を表すものとして変化しなければいけないということです。イエス・キリストは信徒の中で一番なんですね。第1号がイエス・キリストです。そして私たちも同じように二を表す2号、3号、4号となっていかなければいけないんです。二を私たちはこの世の中に照らし出すものとならなければいけません。4番目に。 十字架の七つの御言葉の虹。十字架の七つの御言葉の虹について見てみましょう。イエス様が十字架で亡くなられるときに七つの御言葉を語られましたて、ね、玄のぼく先生はこれを強調されて、十字架が雲であり、 またその中で語られた七つの御言葉が二だと語られました。なぜ十字架は雲なのかというと、十字架はイエス・キリストがかけられるときに、十字架は上に上げられたわけですよね。この地の上から上げられました。雲のように上げられていたわけです。ヨハネ12章32節を見ると、何と語られたかというと、私は えー、この地から上げられると語っています。私はこの地から上げられる時が来る。この地力ら上げられる時というのは十字架の事件を表しているわけです。十字架が雲であったということなんですね。そしてそこで7つの御言葉が語られました。それは7つの虹を表していると語っています。 短くその内容についてえ要約して見てみたいと思います。7つの御言葉と虹の7つの色をえ照らし合わせていきたいと思います。じゃあ青色ですね、青。それは希望の恵みとえ許しの十字架です。イエス様が十字架にかけられて何とか語られましたか彼らは 何をしているのか分からずにいるのですと、彼らをお許しくださいと、許しの見言葉を語りました。私たちには、この許しがあったからこそ、イエス・キリストの許しがあったからこそ、罪の許しがあったからこそ、望みがあるわけですよね。2番目に緑色です。緑というのは命の色であります。永遠の命の恵み、永遠の命の恵みと、救いの十字架を意味します。 えー、ルカ23章43節を見ると右にいる高東、えー、に向かってあなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうと語られましたよね常に黄色です黄色古代の近東地方では黄色というものは王に仕える家臣たち、えー、家来たちの色でした家来たちが着る服の色 それが黄色になったんですね。ですからこれは謙遜の意味があります。謙遜謙遜の色であります。また親孝行の色であります。マリアに向かってイエス様が語られた内容がありますよね。十字架にかかって死なれながらも母マリアのことを考えられたイエス様の姿、謙遜な姿が表されています。また4番目に赤色です。赤は十。 アガナイの恵みです。アガナイの恵み。イエス・キリストの血潮を表すわけです。また、27章、46節を見ると、エリエリ・ラマ・サバクタニと語られましたよね。なぜ私を捨てられるのですかと。ですから、これはイエス・キリストが私たちの存在としてですね、私たちの代わりにこの言葉を語ってくださったわけです。人類のすべての罪を背負われたという意味があります。 私たちの罪を背負って私たちの代わりにエリエリ・ラマ・サバクタニと語られたわけですね。そして5番目に紫色です、紫色。これは権威の恵み、権威を表しています。その当時、王が着る服の色がこの紫です。そして、ヨハネ19二28節を見ると、 私は喉が渇いたと語られましたよね。喉が渇いたと。人類が持っている喉の渇き、命の渇きをですね背負われて、私たちの代わりに語られたわけです。ですから、この渇きがですねイエス・キリストを信じることによって私たちは回復されるわけです。渇きを解消してくださるわけです。 そして6番目はオレンジ色です、オレンジ色。これは信仰を意味しています。信仰。イエス様がヨハネ19章30節で全てなされたと、全てが終わったと語られていますね。完成です、完成。 もうイエス様が弟子たちのことを考えたりいろいろなことを思いながら思いはうかもしれませんけれどもイエス様は十字架に書か,かれてそこで息を引き取られるす瞬間にですねすべてが終わったとすべ、うん、てを完成したと語られましたそして7番目は、えー、白色です白色、えー、これは、えー、純潔の恵み、えー、清潔な恵み きれいな白いもの、純粋なものを表しています。また希望の十字架を表しています。ルカによる福音書23章46節を見ると何て書いていますか ?23 章46節に私の霊を見てに委ねますと語られました。すべてを父なる神様に委ねる。 御言葉を語られましたよねこの七つの全ての見言葉が虹の色とつながると語られました。ですからこの十字架の七つの見言葉はイエス・キリストのすべての見言葉、交生涯のすべての働きのエキスであります。この十字架の中にですね、この七つの見言葉の中にイエス・キリストのすべての働き、すべての生涯を圧縮して、えー、語られたのはこの 御言葉なんですねならばどのような教会がどのような信徒がこの虹がある信徒でありまた教会であるでしょうかそれは御言葉を受けた教会だと違いますある教会が御言葉をを虹がある教会なんですか御言葉を受けた教会ではなく 御言葉を表す教会が虹のある教会です。御言葉を聞いて、覚えて、ただ御言葉を語,語るというだけではなく、私たちの暮らしを通して、私たちの人生、生活を通して御言葉を表していく、歩みを行わなければいけないわけです。私たちが御言葉を受けたときに、私たちが綺麗になって、まず綺麗な雲にならなければいけませんよね。そしてその御言葉光をですね私たちに入ってきて、 通過して光として現れなければいけないです。出なければいけないです。虹としてですね。この七つの見言葉を先ほど見ましたけれども、イエス・キリストの許しがなければいけません。私たちはお互いに許し合っていますかまたパラダイスに対する確信楽園に対する確信がありますかまたイエス様のような謙遜な姿が皆さんありますか また私たちの暮らしの中に私たちの心の中に十字架の血潮が流れていますかイエス・キリストの心を持って本当に犠牲となるような姿が私たちの中にあるでしょうかフィリピン2章3節から5節を見ると、えー、自分のことをばかりではなく他人の他人のことも考えなさいとそしてイエスに会って抱いているのと同じ思いを互いに生かしなさい ですからイエス・キリストの心を持ちなさいと語られました。ピリピン2章、2節4節からを見,て見ると書いていますよね。また、オレンジ色の本当の革新的な信仰、すべてを完成する信仰、また、最後のこのきれいな純粋なえ心信仰、こういうすべての色がです、ね、私たちの中から現れなければいけません。 虹がある信と虹がある教会というのは、御言葉を実践し、御言葉を心と、また唇と行動を通して、すべての人生を通して表すこと、それが虹のある信道であります。イエス・キリストがそのような姿を私たちに見せてくださったわけです。ヘブル・ゴ章ョ節説を見ると、神様の息子である神様もですね、み子であられたにもかかわらず、 苦しみによって従順を学ばれたと語っています。従順を学んだと。ですから私たちもイエス・キリストのように苦難を受けてそのような姿を私たちは表さなければいけません。第1ペテロ4章13節から14節を見るとキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよいと語っています。そしてそれはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためであると。またイエス イエス・キリストの名のためにそしられるならあなた方は幸いである。その時には栄光の霊、神の霊があなた方に宿るからであると語られています。神様の苦難に共にする時に神様の霊が栄光が私たちの中にあります。イエス・キリストが栄光ですよね。エゼキエル一章を見てもこの神様の栄光の形が虹だと語られました。 ですから私たちもですね神様の栄光を受けるときにそれが虹として現れなければいけないわけです。理論的にこの虹がある雲のような境界、雲のような信徒には洪水が襲うことがないと約束されました。洪水が二度と、えー、襲うことがないと。神様は この洪水の審判を送らないと虹の契約を通して約束されましたよねしかし最後の時世の終わりには竜が火を出して口から火を出して神道を、えー、滅ぼすと、えー、語られています竜,から、えー、口か竜の口から火が出て神道を滅ぼすと語っています しかし虹がある教会はそのような洪水からも守られると約束されているわけですよね。そしてエゼケル1章28節先ほども見ましたけれども、神様の栄光の形です。その方が、その方が2章1節を見ると、人の子よと、イエゼケルに語られた御言葉ですよね、人の子よと、2章1節から語られています。 その栄光な形を持った方が何と言われているかというとエゼキエルに人の子よと言いながら八節九節を見ると私があなたに語るところを聞きなさい反逆の家のように背いてはならない私のあなたの口を開いて私が与えるものを食べなさいとそしてその中に巻物があったと本があったと語っていますですから栄光な形を持った方がですねエゼキエルにその巻物を渡して,渡して 食べなさいと語られているわけです。それが、目示録10章にも同じように記録されています。じゃ、目示録10章、1節2節を見ると、もう一人の強い見つかりが雲に現れて、天から降りてくるのを見たと。そして、その頭に虹をいただき、その顔は太陽のようで、その足は火の柱のようであったと語っていますね。そして、ヨハネに行って、この開かれた小さな巻物を手に持って、食べなさいと。8節9節を見ると、 それを受け取り、またそれを、えー、取って食べて,食べてしまいなさいと。あなたの腹には苦いが、口には甘いと。蜜のように甘いと語られました。このエゼケールの内容と黙示録の10章の内容が同じなんですね。ですからイエス様が来られて、この本をくださると約束されました。巻物をくださると。ならば私たちはヨハネのようにそれを受けて食べなければいけません。 そして黙示録11章12節を見るとその巻物を受け取った共同体が出てきますけれどもそれが太陽を着た女でありますこの太陽を着た女というのが虹がある教会です虹がある教会しかし竜がですねその女を迫害するわけです黙示録12章15節から16節を見るとその女にですね 女の後ろに水を川のように口から吐き出して女を押し流そうとしたと洪水を与えたわけです。洪水を流し起こしたわけですよね。洪水を龍がですね、起こすわけです。その時にその地上はですね、その口を開いて龍が、えー、吐き出した川を飲み干してその女を助けたわけです。それが目視録12章、15節16節にあります。 ですから私たちがこの虹のある教会とならなければいけません。竜の口から出るすべての嘘、偽りの洪水から私たちの家族を、私たちのすべての子供たちも守ってくださり、神様から離、えー、されるようなことがないように、えー、しっかりと保護してくださるという約束がこの虹の約束であります。 この虹のような教会になるためには、私たちは御言葉を受けて、また御言葉を実践するものとならなければいけません。それが私たちの力ではできませんけれども、神様が恵みを与えてくださるならば、可能となります。神様の契約の御言葉を私たちがしっかりと信じて、実践しようと努力すればいいわけです。そうすれば神様がその結果を良きものとして与えてくださるでしょう。 ですから、今年2021年には、虹がある教会、虹がある家庭、虹がある信徒となって、ですね神様の前に栄光を表しまた、神様の栄光をこの世の中に、えー、光り輝かせる信徒となることを願います、祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。 2021年最初の水曜礼拝を私たちに与えてくださり虹がある教会について御言葉を与えてくださり感謝いたします神なる神様私たちがこの救済士の御言葉を長い間受けてきましたけれどもまだ足りないものが多くあります今日与えられた御言葉をしっかりとつかみ 神様が私たちを守ってくださり、私たち一人一人が虹の,虹のある雲となることができるよう導いてください。イエス・キリストの光を受けて、その光を虹として輝かせる信徒の使命を果たすことができるよう導いてください。言葉と、また行動と、すべてが神様に、えー、喜ばれるものとして歩むことができるよう祝福してください。 私たち神様の約束を信じて歩,み歩んでいくときに私たち変化し神様から認められる信徒として歩むことありきりを導いてくださいまた私たちの家庭また家族子どもたちをこの竜の口から出るこの洪水によって押し流されることがないように守ってくださり栄光の瞬間神様と共に歩み 雲の中で出会う宮座が与えられるよう導いてください。神様が私たちにこのように尊い御言葉を与えてくださり、2021年、私たちを守ってくださり、またこのように新たに出発することができることを感謝いたします。この時間も神様の前に捧げ物を捧げるときに、捧げる人一人の御てを覚えて祝福してください。また、憂い、患いのない祝福が与えられるようどうか導いてください。 私たちが祈る、このすべての祈りに応えてくださることを信じて、イエス・キリストの名によって感謝してお祈りします。アーメン